高尾堺水道都線とは、鳥取県境港市相生町の相生町岸壁と、島根県松江市美保の関町の上岩壁を結ぶ定期旅客線航路である。2007年3月末日から運行休止状態。鳥取県と島根県を分ける境水道を横断し、境港市と松江市美保の関町を結ぶ重要な交通路である。境水道大橋の開通までは、 境港市美保の関町都線事業組合が2席のフェリーを使用して運行しており、混雑時にはフェリーの待ち時間が1時間半になる盛況を見せていた。開通後は有限会社境水道都線により運営された。高尾及び第二高尾の2席で運行。通常は小型の第二高尾で運行し、多客時にフェリータイプの高尾を使用。1時間に2から3本間隔。 所要時間は3から5分程度。好転時は運休。料金は大人200円、子供100円、特殊ご手荷物50円。自転車に関しては、他客時は乗船拒否の可能性があるため注意。有限会社堺水道都線は2007年2月、新年度からの半期休校を運輸局に申請。ただ、再開申請の予定はなく、 2007年3月末日をもって事実上の廃止。私船の代替として、松江市三保の関コミュニティバスが、境水道大橋経由で、境港市内三保の関間を結んでいる。上イ線上はこのバスの三保の関側の終点となっており、都線なき後も、だ路線との乗り継ぎ場として機能している。ありがとうございます。